僕にとってはそのサッカー活動って楽しいからやってるんじゃなくて、好奇心と探求心が尽きない。別に誰にダメだと言われてもやりたいことはやるし、誰にいいと言われてもやりたいことはやるし、ただ大事なのは死ぬまで常に挑戦的に今まで誰も感じたことのない感情、感覚っていうものを作品にして世界にそれをつなげるっていう。アーティストとして生き、アーティストとして死ぬ、それこそが願い。ブレイクビー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代アーティスト、マダラマンジ。大学を目指さず工房に弟子入り、造形技術を学んだ後アーティストの道へ。そんな彼が生み出す作品の根源、それは混ざり合った複雑な感情。人の内面ってこういろんなものがそれ混ざってるじゃないですか。いいやつなところもあれば、すごい悪いやつなところもあって、その複雑性がゆえに自意識の中にこう矛盾とか葛藤が生まれたりとか、衝突とか融和とかが発生して複雑な人格が作られてるっていうのを物質化してちょっとこう可視化したかったっていうのがあって、プラスもマイナスも内包したアート、さまざまな思いを表現するために選んだのは金属というマテリアル。金属の加工って高温すぎれば溶けるし、叩きすぎれば割れるんですよ。まあ、それがすごいこう、ちょっと人生を感じるというか、自分自身が持ってる耐久力ギリギリのところで得た経験っていうのが次の自分のフォルムに移行するのに必要だったりとか、そういうなんかこうつながるところはすごいあるなと。金属を叩くことで生まれる複雑な模様から人生を感じてほしい、そんな壮大なテーマを追求する彼のアートに対する譲れない思い。多分僕が目指したいアートの在り方っていう話になると、昔あったことを繰り返すだけじゃなくて、やっぱりこう先端を更新していかないと意味がなくて、誰にダメだって言われようが褒められようが、評価されて叱るべきものを作らなければ、そもそもそれはなんか頑張ってやるほどのことじゃないので、常に挑戦的でありたいっていうのがやっぱりすごい大事な点です。アーティストとして挑戦をやめない、常に前を向いて進み続ける現代アーティスト、マダラマンジの野望とは。アーティストっていうのは探求者であるべきなので、僕具体的に言うと、現時点の人類史上においてこれを成し得たおよび開拓し得たのはアジア人のマダラマンジであるっていうふうなことをやりたくて、すごいバカげた話よく笑われるんですけど、やらないと意味ないんですよね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代美術家谷口彰のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。